ゴルフニュースポッドキャスト、ゴルフコンドル。この番組はゴルフに関するさまざまなことをリスナーの皆様と進めていくポッドキャスト番組です。おはようございます。第167回ゴルフコンドル、私は司会の幸喜です。そして本日も相方といいますか、お相手高橋さんです。おはようございます。おはようございます。前のね配信からもう本当、まあ1日2日というかすぐの配信になりましたけれども、まあちょっとあの日本女子ヤマトねステップアップツアーの ECC レディーストーナメントの話を今回ちょっとやろうかなと思うんですけど、前の回でも言いましたけど、高橋さんの娘さんマミちゃんが、ね、あのレディーストーナメント応援コンペで一人だけ空気を読めなくて、アンダー出してしまったっていうある意味ニュースだったんですけど、どんな人が来るか分かれへんやん。そうですね。とりあえずお前今日68やでって言ってて、まあまあ前半がちょっとパーやったから、あパープレー36、後半後半2アンダーで70できた。で蓋を開けたら覚えやりすぎよお前。いやいいですよいいですよ。もうだって今後どういう人がスポンサーになるか分かんないじゃないですか、プロになるね。そうやな、そうやけど、そこで ECC のおかげで私みたいなね。いやそれはもうやっぱりいいと思いますよ。なんかで あそこのコンペに来てたってもいろんな人来てますんでね。そうやね。まあそこはねちょっとまあ言うと遊びじゃないですけどね、まあちょっと顔売れてよかったんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、まあ今回166回ね、ちょっとそんな内容で始めていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。お願いします。スポーツ報知の記事です。無名16歳安田祐香大会新65で逆転、日本女子アマチュアゴルフ選手権初優勝。奈良の奈良国際ゴルフカントリーですかね、カントリーで行われました6573ヤードパー72でね、行われましたこの日本女子アマチュア選手権なんですけども、4打差の3位から出た滝川第二高校の2年生安田祐香さんが65をマークしまして、72ホールのストロークプレーに大会方式が変更された昨年以降のベストスコア更新、1打更新するという猛チャージを見せまして14アンダーで優勝ということでございます。立派ですね。それでこの日本女子アマチュア選手権2000年以降に生まれた選手の優勝は初めてでしたという、ね、ああそうか、ここ2年生やもんね。16歳ですよ。全然無名ちゃうけどねこの人。中学校の時から、中学校の時からすごかったけどね。あそうですか。でも日本女子山って言ったら、何歳の人でも出ていいわけですよね、言うたら。結局そうやね。ね、言うたらその、学生選手権じゃないですもんね、これ。そう。でもこ う, そ う, そ う, そうやっぱりもう今女子ゴルフ界がもう10代なんですかね、アマチュア競技は。高校生なんかな、去年もそうやもん。去年もそうなんですね。去年もそうちゃうかな。おととしもちゃうかな。多分高校生買ってるんちゃうかな。みんなそんな感じですよね。それでですね、首位から出ました、新垣ひなさん。はい。沖縄の方ですけどね、はい、75と結構最終日崩れまして8アンダーで3位になったっていうね。何やろね。そうです、僕新垣瀬名さんはですね、サントリーレディースで、ああそうか、劉律子さんと一緒の組だったんですよ。ああこれで、そうか、ローアマになった人。いやローアマではない、ローアマですかね、ちょっと分かんないですけど、最終日まで多分残ってあったと思うんですけどね。沖縄の人やね。沖縄の方です。沖縄の、ものすごく丁寧というか、まあ、学生さんなんでね、すごく丁寧な方多いと思いますけど、でも学生さんにもね、おじさんたちサインもらいに行ってますからね。そうやね。もうサインくださいとか、いやすいませんちょっと練習してるんで、プロに、プロになる人だよねこの人。そうやな、もうすぐ来月ぐらいじゃない、プロテスト、プロテスト最終、なんか今もプロテストやってるみたいですよ、関東地区は。プロテストが第2次のなんか東地区かなんか、そう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 、なんかやってるみたいですね。最終ではないですけど、まあ予選ですよね。
7月が最終になると。そうなんですよ。でこの先あの話戻しますけど、安田優香さん、はい、2000年生まれの16歳、高校2年生、高校2年生ねえ、すっごいな。2000年16歳、12月24日クリスマスイブ生まれですね。いやすごいな、持ってんなこの人。持ってますね。うん、でもこうなんか今ちょっと経歴を見てるんですけどね、うん、まあもちろん2017年、まあその日本アマ優勝、まあ、これが一番やっぱりすごいんですけど、うん、兵庫県、高校が高等学校総合体育大会優勝、優勝団体も優勝、はい、で兵庫県アマチュアゴルフ選手権優勝、はい、もうなんか、ね、優勝ばっかりですよ。すごいね、この人すごいもん。ああそうなんですね。だから全然無名じゃないですよね、うん、これ。そうやで、どう考えても。マミが中1の時に出た、うん、通夜カップかなんかの、はいはいはい、これ2015年ちゃうんかな、あ2015年の通夜カップで優勝してるやん。この人すごいね、この人すごいよなって言ってて。へえー、なるほど、ね、多分小学校の時もだって結構買ってあるんじゃないの、うん。ああそうなんですね。そこそこの人やと思うよ。ああなるほど。でもこれね、トップの人は、まあ、14アンダーでも本当すごいですよね。うんうん、まあ、本当プロになるんだろうなって感じですけど、うん、まあ、この、新垣さん初日67、2日目67で10アンダーだったんですよね。そうやね。で2日目が71。ワンアンダー。うん、で4日目が75で、うん、ね、ちょっとオーバーパーになっちゃってみたいな、もう大逆転負けだったんですよね。まあやりすぎやけどね、安田さんがね。まあ安田さん最後、ね、やりすぎ、安田さん7アンダー、65やもん、うん、すごいですね。最終日にそれだけ食ってすごいな、うん。であのゴルフコンドルでもね、ちょっと一押しのアマチュアプレイヤー、うん、上野奈々子ちゃん。奈々子ちゃん。ね、うん、あのサントリーレディース出てましたけど。そうですね。はい。初日71、で、2日目75、うん。もうこれがちょっとね。やっちゃった。ちょっとやっちゃった。ちょっと打ってますよね。うん、で、71、69、うん、の14位タイですね。まあ、でも立派やね。いや、立派ですね。素晴らしい。安定してるよ。うん、安定してる。いや、 やっぱりね、この大会でアンダー出す人っていうのはやっぱすごいと思うね。そう、この前もさ、うん、この前先週週末に、あの関西の高校の決勝があったんですよ、うん、あでその時も結局奈々子ちゃんが1位タイで、うん、あ上野さん2日間で8アンダーかな。すごいね。あ、うん、でプレーオフでは結局遠いとこにちょっと負けちゃったんやけど。あ、なるほど。うん、でも1位タイですごい、すごいよ。日本アマがやった決勝の次の日に、うん、この安田さんと一緒に回って、うん、おーおーすごいじゃないですか、うん、安田でこの人と、うん、そうそうそう、一緒に回った、たまたま同じ組やっただけな話やねんけど、いやいやいや、はい、回れてこの人おったから多分パワープレーで来れたんやと。たまたまやけど。あ、その日の大会はマミちゃんパワープレーだったんですね。パワープレーやったんですよ。あ、まあ、たまたまね、そんなスコアが出たんやけど、やっぱりこう、いい感じで、ついていけたんかなと思って。あ、でもいいですよね。やっぱりこう、うん、自分よりレベルが上の人と回ると、やっぱりすごいいい経験になりますよね。そうそう、いろんな勉強もなるし。しかもこう、やっぱりマミちゃんぐらいになると、自分より上の人と回る機会が本当少なくなってくるじゃないですか。決勝とか行かんとなかなかないもんね。ねえ、だって本当に試合出ないとってなるじゃないですか、うん、言うたらプライベートのラウンドで、そうそう、うん、同じレベルの人たちってどんだけいるんだって話ですもんね。そうね、これから、うん、いやー、いい経験されてますね、本当に。そうですね、もっともっと上の方におらんと、もっともっと上手い人と回られへんもんね。そうですよね、うんうん、まあちょっとこの日本女子アマチュア選手権ね、もう高校生ばっかりですけども、はい、来年は出れるように、うん、いや本当に応援してますね。ぜひぜひ頑張ります、ね、頑張ってもらいますね、はい、はい。日本女子アマチュア選手権競技、安田優香さん優勝というニュースでした。はい。
はい、ということで、ニュース一つさせていただきまして、はい、ECC レディースゴルフトーナメント、これステップアップツアーのね、はいはい、話ちょっとしたいなと思うんですけども、ステップアップツアーとはというところからなんですけどね、LPGA の試合ツアーありますよね、トーナメント、レギュラーツアー。レギュラーツアーね、うん、レギュラーツアーの出場資格がない選手の育成、レベルアップを図る目的のもと実施しているツアーということでね、うんうん、なんかこの、まあ、言ったら株ツアーになるんでね、レギュラーツアー。そうやね。そういうことですね。うん、うん、そう。で、まあ、ここで優勝とか上位成績になると、レギュラーツアーの、こう、出れる権利が出てきたりとか、そうやね。なんかそういうのしますよね。うん、うん。うん、そうそうなんですよ。で、この、ステップアップツアーのこの ECC レディースゴルフトーナメントなんですけども、はい、場所がですね、北六甲カントリークラブということで、私どもの、はい、まあ、家からというか、まあ、本当地元の、まあ、地元ですよね、うん、1時間ぐらい1時間ぐらい、高速でいうと西宮北インター降りてちょっとみたいなね、ちょっと、あの途中に美味しい肉屋さんがあるみたいなね。あ、今日もそうやね、昨日か、昨日、この前か、はい、ミンチカス買う、どうするあ、そうなんですよ、山垣精肉店、ね、近いですよね。卵も売ってるで、途中に。ああ、そうそう、あの自動販売機の卵。そうそうそう。もうその辺なんですよ、ね、超ローカルな話ですけど、ね、うん、そうやな。そうなんですよ。で、この大会が、ステップアップツアー、これ、3日競技なんですよね。3日間。7月5日の水曜日から水木金と7月7日まで ありまして、で決勝ラウンドがこの7月7日だけっていう、はい、でこれね、ステップアップツアーやっぱ安いですね。一応チケットいるんですけど、うん、当日券のみということで1000円、うん、ということでね。でも優勝賞金そうやね、360万もあるんですね、きっちり、うん、あるね。賞金も2000万出るもんね。ね、賞金総額2000万。そこそこやね。ですよね。うん、すごいな。でも優勝の副賞、優勝するとカップヌードル1年分もらえたり、ね。ああ、ということは365個ってこと。多分そうなんですかね。で、テレビ中継もすごいですよ。CS 放送、スカイ A です。やるよね。うん。ね。やる。もうだって、18番のところのギャラリースタンド、組んでたもん。あ、そうですか。昨日、行った時もう組んでた。出るわ。ねえ。いや、ステップアップツアーが、男子のツアーよりももしかしたらお客さん入るとかちょっとやめて、ね。入るんちゃうかな、これ。入るかもしれない、ね。そこそこの人出るしな、これ。そうそう。ほんで、出場選手なんですよ。うん、これ、高橋さんもご覧になってると思いますけど、うん、まあ、私なんか、あんまり知らない方多いですけど、知ってる方ももちろんいまして、もちろんツアー優勝経験者の北田瑠衣さんとかね。うん、はいはい。で斉藤愛理さん、斉藤愛理、はい、結構有名ですよね。うん、有名で、あと永井夏さん、永井夏、はい、うん、一生ねしたことあります、京都の方ですけど、うん、うん、で結構ね、まあ、年配って言ったらおかしいんですけど、結構お年いかれてる方も ね、あ、こうなんか女子ゴルフイコール若いみたいなイメージありますけど、うん、私の一押しは木澤信子さん、木澤信子さん47歳、今年48歳、今年48歳、鳥年、ね、高橋さんと同じ年、うん、すごいですよね、うん、ね、この方、まあ、高橋さんには お話したことありますけど、女子プロレスに行くかプロゴルフに来るかどっちか迷ったとかねなんかそんな噂ありますけど、すごい人やな。そうなんですよ。他なんかどなたかご存知の方いらっしゃいます。あ、豊永志保さんね。豊永志保ね、うん。シードは取れてないね、この人もね。シードがね、去年はレギュラーツアーほぼというか出てましたけどね、ちょっと賞金シードが足りなくて、QT もね、ちょっとしんどかった。そうやね。でもこう見ると、やっぱり知らないプロの方いっぱいいるなって思いますね。ああ、そう。何におんねんと思うもんね。ねえ。木戸めぐみさんの妹さんも出てますね。あ、そうなん。はい。プロなんや。プロです、プロです。木戸ゆきなさんですか。あ、なんとなく似てるわ。ねえ。
似てるな。ほんで阪神のピッチングコーチしてた久保さんの娘さんとかね。あ、いてんの？久保のり子さん。そうなん。そうなんですよ。この方実は双子でね。双子のご兄弟両方ともプロゴルファーですね。あ、そうなんや。ほんで池内えりもまりもさんもそうでしょ。あ、それ聞いたことあるわ。はい、この人は僕大学の後輩ですから。大手前大学の後輩です。あ、この人か。そうです、そうです、そうです。うん。そうなんですよ。だから結構ね、いろいろ、なんですか、レギュラーツアーでもね、よく見るプロが、王貞也さんも出ますもんね。あ、そうやな。ね、王貞也さん。だ結構、有名どころも結構出てくるというね。結構面白いね、ステップアップはね。ステップアップもね、ちょっと見に行ってみたいんですね。ぜひね。で、この ECC レディースゴルフトーナメントの応援、はい、女子応援コンペでしたっけ？そんな感じのコンペ。イベントでね。うん、ECC レディースゴルフトーナメント応援女子コンペで高橋さんの娘さんが2アンダー出して、はい、ベスグロでしたという、ね、すごいですよね。でもアンダー出すやりすぎ、ね、一緒に回ってた人も相当上手い人だったんですけどね。そうね、上手い人と一緒に組みしてもらって、そう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 、うん、本当によかったよかった、うんね、うん、いやでもこれちょっとなんか僕ステップアップツアーの雰囲気とかちょっと分かんないですけど、うん、ちょっと見に行ってみたくなりますね。これ見に行きたいね。567近いし、うん、でこのゴルフコンドルにも何回も出ていただいているイリーさん、はいはい、がこれこのトーナメントのお手伝いしてますんでね。はい、そうなんですよ。そうなんです。お世話になりました、ありがとうございます。ね、うん、その辺もあるんでちょっともし兵庫県にお住まいの方、関西にお住まいの方はね、平日ですけれども7月の567、はい、ECC レディースゴルフトーナメントね、ぜひ見に行っていただけたらと思います。車で行ける、行っても大丈夫なんじゃないかな。車で行けますよこれ、多分行ってもいい感じやと思うんですね。そうなんですよ。公共交通機関をとかじゃなくてもう車で来ていいですよみたいな感じですよね。北六甲カントリークラブっていうのがですね、東コースと西コースがあるんですよ、うんうん、で東コースに車止めてくださいねってなってますね。多分東にあそこ結構広いから、うん、行けると思うんやけどね。みたいですね。でコースの駐車場は台数に限りがあって、うん、満車の際は、うん、フルーツフラワーパーク、うん、あ、そっち止めろってことか。特設駐車場がありますん で、 そこからコースまでの送迎は無料で行いますということですね。ああ、そんなもんしてくれねえね。ねえ、まあ天気がいいか悪いかでね、ちょっと見に来る人の数も567、ね、うん、違うかもしれませんけど、すごいすごい、うん、ちなみに、朝7時から始まってますんでね。あ、そうだ、朝7時から、しかも決勝ラウンド6時半からありますからね。あ、そうなんや。早いですよこれ。まあこれちょっと、ね、リズナーさん、レギュラーツアーもいいですけどね、この下からね、未来のスターがここにもいるかもしれないので、うん、ステップアップの方がこう間近で見れるから結構いいかもしれない。いいかもしれないですね。うん、うん、でサインもね、こうしてもらえたり、うん、こうしやすいかもしれないですね、お気に入りの方がいたらね。ということでこのちょっと ECC レディースゴルフトーナメントの話させていただきました。はい、ゴルフニュースポッドキャストゴルフコンドルではリスナーの皆様からのご意見ご感想ご質問、ゴルフあるある何でも募集しております。 Google でゴルフコンドルと検索していただくとブログが現れますので、コメントボタン、そこからコメントいただくか、 Facebook ページからでもコメント OK でございます。そして最近、Instagram、ゴルフコンドルの Instagram 始めましたんでね、ぜひともリスナーさん見ていただけたら幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、第167回ですね、ゴルフコンドルやりましたけれども、今回はね、プロの話ほとんど、あ、そうか、ECC のプロやりましたけどね、うん、ニュースのは日本女子アマやったし、はい、で、後半の方は ECC やりましたし、まあ、まあ、最近、なんか女子ゴルフの話ばっかりしますけどね。男子試合してないやん、だって。そう、男子やってないんですよ。
全然ないよな、こういう時ね、うん、男子のツアーの選手何してるんですかね、これ。いやほんまにねえ、うん、なんかちょっとね、試合がないっていうのが本当に、うん、ほんまにないよな。アジアとか行ってんじゃない、アジアとか行ってんじゃない、違うのかな。いや行ってね、行ける人は行くかもしれないですけど、行けない人は行けないですよね、うん、どうしてんねやろうね、うん、だからまあこの時期男子はもう PGA ぐらいしか見れないですけどね、ヨーロピアンツアーって、まあ、うん、うちだからあのマミが練習してる練習場も、はいはい、プロテスト合格してる子とか、男子の子とかいてるけど、はいはい、毎日のようにはうちに来てはいてるけど、あ、この人って試合とかどうしてんのかなと思うもんね。ねえ、だからゴルフって本当にこうね、食べるの大変だって言いますもんね。うん、男子はちょっとしんどいよね、今。あ、本当に。まあちょっとね、男子ゴルフ界もちょっと盛り上げていきたいんですけどね。うん、試合がないとあかんよな、うん、そう、だからまあスポンサーなんですよね、そこは。そうやね、スポンサーがつけばね、試合がどんどん増えるんですけど、ね、うん、まあそんな感じでちょっと送ってきましたゴルフコンドルですけどね、次は168回になりますね、はい、次はまた、来週明けての配信になると思いますので、またぜひとも皆さんお聞きいただければと思います。はい、それでは最後のあれいきます。はい、ゴルフコンドル。はい、ということでね、試合ステップアップツアー、ステップアップツアーは多分やってるか、終わるまでには配信しますかね、多分。はい、はい、それでは皆さん、良いゴルフしてください。さよなら。さよなら、ありがとうございます。ありがとうございます。